の血を引くと評判の竹林の長者の姫君のこともな。その小鳥とやらがこたびの元凶か。してお主、三重の血を得て何をなす。私の欲することをなす。私は隠れたい時に隠れ、現れたい時に現れる。テルヒの神らの台頭で闇の領土が狭まったというのなら、その神を死すればよいではないか。奴らが我が僧をほふり、我らの治める地を平らげ、この世の覇権を手にしたように。確かに私は一度敗れた。だがいっぱい血にまみれたからといって、それがどうしたというのだ。それで全てが失われたわけではあるまい。三重の血によってそがれた力を取り戻し、再び大和の地を席巻し、住みやすき闇の領土を広げよう。私にはそれができる。それなりに収まっているこの地を今さら乱してどうなるというのだ。どうとでもなればよい。このままでは私が住みがたいというだけのこと。話し合いは通じぬか。元より意を曲げる気はお互いにあるまい。王振る犬の考えは私にはわからぬ。お主、言ったな。オズヌ殿、後の始末はどうするべきか。封じるだけではダメだろう。どんな封印を施したとしても、そのうちそれはほころびる。しかしこのまま放置しておくわけにはいかぬでしょう。当然、ひとひらの雪はすぐに溶けても、一面を覆う雪はなかなか溶けぬもの。下手にどうこうしようとあがくと、踏み固め、より溶けにくくしてしまう。同様に、これほどの魂はなかなか帰らず、この世にとどまる。長くとどまるとどうなるか。たたり神となる。だから、少しずつでも魂を返してやるのよ。動けぬように封じつつ、時をかけて少しずつな。その苗木が封じの呪物なのですか。さよう。やつも山上の眷属なれば、多少なりとも土の性を持っておるもの。ゆえに木国土、木は土より力を吸い上げる。これは魔を払う木であり、魂を虚空に返す弔いの木。しかし両弦の火をわずかな水で消すことはかなわず、水国化が成り立たぬように。その木では足りませぬか。いや、例えが悪かった。足らぬのは力ではなく時よ。持てる力を枯らし、朽ちるまでに100年、いや10年持つかどうかもわからん。芋神様が人に与える栄華と同様に、低迷ゆえの力なのですな。ではオズヌ殿、我らの女神にあやかって悠久の時に耐える石を封じとなさっては。だがそれでは、それでは主があまりにも哀れだ。
お主らも水木であるからには想像できぬことではなかろう。無限の時をただ封じられるにとどまる苦しみは、封じられた者には滅びを選ぶことさえ許されぬのだ。では、それでは私が人柱になりましょう。姫様、橋を架けるときに、城を建てるときに、その者の調求のために人を埋めることがあると聞いたことがあります。ん？私の体を取り込ませることで、ニエの血を木の血とし、枯れぬ封じとなすことはできませんでしょうか？それは可能だが、それでは。もとより私一人が狙われていたのです。どうぞ私をその木の柱としてください。藤吉より、皆様方が集まってくださったのは、あの方が私の血を得ることでより大きな被害が出るのを憂いてのことでしょう。違う違う違う、私がおじいちゃんに頼んだから、だから助けてくれたんだもの。私は嫌、姫様がいなくなっちゃうだなんて嫌。これ策や。嫌嫌って言ったら嫌。別にいなくなってしまうわけではないのよ、策やちゃん。かつては人であったオズヌ様が立派な角をお囃子になっているように、私の形が変わるだけなの。そう、あなたと少しだけ近い存在になるの。私に近く。人の身は100年も経たずに朽ちてしまうけれど、封じの柱になれば千年の時も耐えることができるのよ。だが姫よ、人の形を成して現れるなど、そうそうできることではないぞ。封じの柱にできるのは、ただ見守ることのみと思ってよい。承知しています。そうか。では皆の者、ニエの血を引くこの姫を封じの柱となし、あやつの魂が帰りきるまで、鬼の木を守っていただくことにする。そんなの嫌。アサマも昨夜を連れて行ってくれ。はい。姫様、姫様。
ピエさん、おはよう。ああ。おはようございます、ケお姉さん、サクヤさん。おはよう、つづらちゃん。ここで雑魚寝しちゃったけど、ちゃんと寝れた？それがですね、私意外と神経質ですから、人前で寝るなんてことできるわけ。でも、昨夜私たちより先に寝てたよ。おかしいですね。久しぶりに手料理などを食べて気が張ったりしてたんでしょうか。それは随分と失礼な話だね。私は気が張るほど変なもの作ると思われてたのかい？そんな、めそうもない。そうそう、そんな風に思ってたらあんなにたくさん食べないよ。別腹のはずのデザートが入らなかったぐらいですからね。スイカ、皮で冷やしっぱなしです。普段から鍛えてないからだよ。私があの程度で？でも起き抜け元気がなかったし、今だって目が赤いよ。憂鬱または苦悶の表情、肌が乾いている、顔色が悪い、目の充血なんかは二日酔いに見られる多覚症状ですね。ついでに言えばお酒臭いです。違う違う、これは二日酔いとかじゃなくて単に夢見が悪かったせいだよ。昔にあった嫌なことを思い出してね。え？私がまだつづらよりも小さかった頃の夢さ。あ、どうかしましたか、ケイお姉さん。私が見た夢ってね、私が小さいサクヤさんになってる夢だった。なんだって？あんたが私？うん、サクヤさんの見た夢って主を封じる時のお柱様の夢だったりする？ああ、そうだけど。水木の民って同じ姓の一族ごとに分かれて暮らしてるよね。浅間の他に綾氏とか大賀とか、そうそう、隼人とかっていたりする？あんたそれをどこで知ったんだい？その夢の中。夢？私と同じ夢？そうか、私が K の血を飲んだから、その血と K はまだつながってるのか。つながってるってことは、やっぱりあの夢ってサクヤさんが見た夢そのままなんだ。だけどサクヤさんって小さい時はすごく可愛かったんだ。泣き虫みたいだったし。サクヤさんは泣き虫で可愛らしい子供だったんですか。出かけてくる。いいかい、私が帰ってくるまでは尾花から離れるんじゃないよ。一緒にいなくていいんでしょうか。まだ昼だしね。
それに一応、おばなちゃんがボディーガードに指名されてたみたいだよ。どうしておばななんでしょう。しましたか？別に何でもない。ところでお姉さん、どうして急に掃除をしようと思い立ったんです？どうしてって、お掃除は毎日するものだし。した方が簡単だし気持ちよく暮らせるよ。はあ、それはそうなんですけど、現在のような特殊な環境下においては自分たちの生活空間の確保と維持ができていれば十分なのでは。ですからですね、何日分なんてものではなくて、何年分もの埃の積もった使う予定のない部屋まで掃除することはないのではと。休校を温めに参られるわけですか。それにしてもこんなところでお知り合いとはまた奇遇ですね。私のじゃなくて咲夜さんの知り合いなんだけど、本当に縁はいいなものだよ。その人鬼退治の専門家なんだって。鬼退治ですか。もしかしたら蔵をひっくり返さなくてもお守りの充電の仕方とかわかるかもしれないんだって。